歩き方を変えて日常的に痩せる方法ということで紹介していきます。デッドバグウォークです。デッドバグというと体幹部を安定させる練習メニューなんですが、これを歩く際に活用することでお腹もへこみ、ウエストが細くなり、活動量が上がり、体幹部がどんどん鍛えられます。今日も一歩前進しましょう。歩く際に意識することは体をまっすぐのラインで保って歩くということです。体幹部が弱い人は体重を左右に移動する際に骨盤がグラグラ傾いて歩く形になっています。ここが安定してくるとしっかりお腹もへこんで体のラインをまっすぐ作ることができます。まずは仰向けで寝ましょう。寝た際に腰を床につける意識をしてください。男性よりも女性の方がお尻がやはり大きいですから、腰に隙間が空きやすいです。腰に隙間を埋めるためにはちょっと足を抱えましょう。スマホ見ながらでいいです。このまま足を左右に入れ替えていきます。腰が浮かないように意識してください。スマホ見ながらでいいです。腰が浮かないようにできるだけお腹引っ込めて集中しながら行ってください。できる人は左右対称に手を動かしてみましょう。OK。 今度は両足を伸ばしたらすぐ戻しましょう。腰が浮かないように。足伸ばしたら腰が浮いちゃう人は手前で戻りましょう。できるだけ腰が浮かない意識だけをしてください。伸ばしたらね、腰が隙間できやすいんで、このくらいでいいです。OK、 次は立ちます。立ち上がったら歩く感じで、今の腰の意識をして足を入れ替えていきましょう。できれば入れ替えるときに素早く、ももは水平まで、腰が反れないように、さっきの腰つける意識です。 OK。 今度は素早くいきます。パッパッパッと入れ替えます。足つくときに素早く入れ替える。そうすることで体幹部がね、力が入って早く安定します。できれば体がね、こう揺れないように、同じ位置で足を入れ替えます。 OK。 次は体を素早く入れ替えます。足は一緒、まっすぐ足を上げます。上半身だけひねります。体幹部をしっかり使って、素早く足を入れ替え、結構腹筋にね、力が入ってると思います。OK。 次はゆっくり、早くやった時と同じように体幹部を意識したままゆっくり足を入れ替えましょう。今結構お腹がね、引っ込めれてる状態が作れてると思います。この胴体部分の意識が日常的に使えると痩せやすいです。 OK。 次はひねります。
体幹部を意識して体に芯があると思って寝っ転がってると思って腰をしっかりね床につける意識です。OK、 じゃあもう一度寝ましょう。はじめにやったのと一緒です。腰床つけて足を入れ替えます。はじめと比べてどうですか？腰に隙間が空いていても少しになってませんか？はじめよりも腰の隙間が空かないよっていう人は体幹部がね使う練習ができてます。OK、 ラスト両足。スマホなしでできる人は手を使いましょう。初めと比べてどうですか？腰に隙間が空きにくい人はバッチリ。空くよっていう人はねこれもう2回ぐらいやったらねできるようになりますんで。OK、 最後は腰を丸めて終わりです。片側腰に違和感ある人はね足をちょっと揺らしてみてください。OK です。お疲れ様でした。初めと最後で効果出たよっていう人はコメントで教えてください。グッドボタンも忘れなく。ご視聴ありがとうございました。